はい、どうもこんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、大分のタチウオ釣り調査に来ております。もうすでに来ております。タチウオ釣り調査、タチウオが、湾内に入ってるかの調査です。これ言っとかないとですね、まあ、県外の人とか知らない人が見ると、おー、タチウオかって思うんですけど、大分タチウオが入ってないんですよ。全然、ここ3、4年全く入ってないんですよね。そんな中、入ってるかどうかの調査に来てます。なので、もっとすげえ分かりやすく言うと、釣れないって分かりながらも、一応ね、私、タチウオ釣り好きなので、投稿機を当てて、まあ、タチウオが入ってるか入ってないか、ね、接岸してるかしてないかの調査に来てるという感じです。ここ3、4年、全く入ってるっていうのは聞かないぐらい入ってないです。沖に行けばね、水深が深いところに行ったらタチウオはいるんですよ。大分でも。いるんですけど、全く釣れてないんですよ。こっちの港の方ではね。なので本当に、こう、ね、この時期の夜、タチウオ釣り、昔だったらね、たくさんね、もう、釣り場がないぐらい、もう土日とかね、もうタチウオ釣り多すぎて入る場所がないぐらい、もうね、港いくつもあってやっと入ってたみたいな、そんな感じだった時もあったんですけども、今も全然ガラガラの中調査に来てますから、はい、で今ですね、もう7時です。19時です。到着したのが18時ぐらいで、ちょっと遅かったです。キビナゴ売ってなかった。キビナゴ売ってなかったんで、ちょっと遅れながらですけども来ました。5軒回りました。5軒回ってやっとありました。売ってない理由は何でしょうね。全然売ってない。今年なんかなかなか見つからないんですけどね。はい、そんなところで、今もう竿をすでに出してるんでという感じです。あと場所の紹介したいと思います。こんな感じでもうすでに竿をね出しております。投光器をね当てて、こんな感じです。こんな感じ、もう当てて、今だから19時、今来たのが18時ぐらいで、巻きみたいなもんなんで、まあ、就業灯なんで早めにつけた方がいいんで、もう降りた瞬間にパッと一番最初につけるのはまず就業灯です。でもつけて30分ぐらい経過しております。で、竿とか伸ばしたりね、あとカメラセットしたりしてるんで、その後プラスアルファで時間かかってるという感じなんですよね。だけど、まあ、見ての通り30分は経ちましたけど、何にもいないよね。何にもいない。で、仕掛けはこんな感じね。こっちは伸び竿で水深 6.3 ぐらい、こっちは普通の磯竿で 5.3 で、竿先がまあ海よりちょっと上がってる、どっちもね20センチぐらい上がってるかなっていう感じなので、まあ、こっちは本当ちょうど6メートルぐらいね、海面から6メートルぐらいにキビナゴがありますよと。で、こっちは、海面から5メートルぐらいね、5メートル、6メートルで、ちょっと水深変えてるんですけども、それで狙っております。はい、それで今日の場所ですね。場所、ここはですね、あの辺にまあラブホー街があったりするんですけども、ここは大分県大分市は音津港でございます。ここも釣れてる時はですね、すごく人気な場所ですね。わあ、なんか船が一隻来てるな。どっちだ、ここに入るのか今ね、一隻入ってきてるんですよ。ちょっと夜で分かりづらいかもしれないですけども、ここに入る場合もね十分あるんで、ね、夜あんまり入ることはないですけどね、まあ、どっか向こう側につけるのが多分普通だと思う。夜ほんと入ってくるのないんですよ、船がね。だいたい夕方まで入ってくるんで大丈夫だと思うんですけどね。です。はい。で、釣り人ですね。今現在釣り人は、まあちょっと見えないと思いますけど、もう、100メートルちょっと向こうぐらいに一人釣り人がいるんですよ。ただ何釣りしてるかわかんない。キャップライトはちょっと使ってるんで、何釣りかはしてるっぽいんだけど、何釣りしてるかわかんない。電球機もなんもないんだよ。で、その向こうの方にタグボートが止まってて、まあ、カメラじゃ多分見えないと思いますけど、タグボートの手前に、緑の電球機見えるんで、あそこにも一人いるんで、まあ、自分以外に一人二人いるっぽいです。今右にね、ちょうどルアーの人が来たって感じですね。まあ、ルアーの人も何釣りちょっとしてるかわからないですけども。はい。まあ、そんな感じです。まあ、今日釣れてくれればいいんですけどね。いや、ほんと、海の中。マジで。マジでな、まだ潮動いてないな。全然動いてないわ。あれ、今、そんな潮止まりの時間かな。動いてないよね。全く。これ、ゴミがあるから、動いてない。ほぼ動いてないんじゃないかな。という感じです。はい、
で、あとね、キビナゴ。キビナゴもね、まあ、さっき言ったように、もちろん買ってきております。今日のキビナゴはこちら。今日はこれ。長崎県産キビナゴ。フライ、天ぷら用ということで、250円。安いですね。量もそこそこ入って250円なんで、安い感じがします。最近大分県産、鶴見産っていうのはないんですよね、キビナゴは。全部最近長崎ですね。で、ついでに、ちょっと分かりづらいと思うんですけど、生姜。生姜なかったんで、一緒にこのお店で買ってきました。キビナゴは余ったら持って帰って、天ぷらして食べるので、雑には使わないです。それとあと気温が暖かい。わ、なんか虫がめっちゃ、照明焚いてるんだけど、照明の周りにちっちゃい虫がいるんだけど、おかしくない？おかしくない？もう10月なんだけど。10月もう終わりなんだけど、おかしいでしょ。Google マップで見ると、今この辺の気温21度です。最近 Google マップで見れるんですよね。なんか気温。だいたい左上に出てると思いますけど、21度です。21度の割に暑いです。暑い。今ちょっと風が吹き出してちょっと涼しいかなみたいな。あれ、自分がおかしいのか。いや、この時期って寒いからさ、持ってきてるのよ、ちゃんとこう。わかります？この中着とかさ、この外のやつとか、持ってきてるのよ。上、これ、この灰色のやつね、ダイワの、ミドラ、上下もあるし、このアウター側の一つ持ってきてるし、いや、寒いはずなんだよ、本来。今年異常気象だよね、マジで。この時期多分ね、もう、わ、寒いみたいな、白い息吐きながらやってた記憶ありますもん、10月も終わりなんでね。おかしいおかしい。今年ちょっと異常ですね。はい、というわけで。まあ、とりあえず、今ちょっと7時過ぎぐらいなんで、まあ、21時か。21時過ぎぐらいまでやろうかなと思います。21時か21時半か、まあ、その辺ぐらいまでですね。ぐらいですよ。ぐらいまで。ちょっと様子見ながらやろうと思います。年を動き出したかな。少しまあ、さっきのゴミが、なんか沖の方。右に行くと海ね。こっちに行くと川です。音津川。こっちね。左が音津川。で、右に行くと海の方。別府湾の海の方になっております。はい。ということで、今日の太刀魚釣り、とりあえず放置しながら、ぼーっとして頑張りたいと思います。釣れないからね。釣れたら奇跡です。そういうレベルです。今、大分の、港の太刀魚釣りはね。頑張ります。わわわわわわわ。餌がない。餌がない。餌が取られてます、これ。わかります？餌が取られてます。やべえ。これ、野辺沢の方ね。今、磯沢の方を上げたら何にも変わりなしだったんですけども、野辺沢の方、でも頭だけになってる。頭の硬いとこ刺すんで、基本のここ残るのよ。ただ、取られ方からすると、多分、タチウオではない。ちょっとなんか取り方が違うんだよね。タチウオって捕食が下手なので、こんな綺麗に食わないんですよ。胴体だけとか。多分違う魚じゃないかなと思います。ちょっと、まあ、反応があるとちょっと嬉しいよね。まあ、ちょっと何の魚か分かればいいんですけど、多分分かんないでしょうね。はい、ということで現在20時ちょうどでございます。何にも釣れません。何にも釣れない。何回かね、もう投げ直してるんですけど、餌も取られないし、投光器のとこにベートも何にも現れないですし、まあ、ちょっと今ね、風がふわーっと吹いて寒くなったんで、ちょっと上来ましたけど、そんなに寒くもないですし、別に脱いでも今いいぐらい。風が吹いたりやんだりしてね、吹くと少し寒いなって感じ。吹かなければ別に半袖でも入れるぐらい。なのと、あとこうちょっとね、動画でチラチラ映ってると思うんですけど、虫がすごい。音図で過去撮影してて、こんな虫いたっけっていうぐらい、音図で、ここの場所ね。それぐらい虫すごいのよ。今ね、こっちからね、ここに三脚置いて撮影してるんですけど、これね、はい。この天井ですね、天井。これは、伝わんのかな？わかります？これ。これすごくない？まあ、今ちょっとこっちの照明焚いたんで、これちょっと車内にめっちゃ入ってますけど、こんな入ってない。なんか糸がついてるのこれ。今気づいた。蚊じゃないんですよね、これ。すごいよ、これ。今つけたばっかりでもこんだけ集まってくるから。やばいよね。照明めっちゃ焚いてんだけどね。
すごい。さっきより減った。ちょっと今風が吹いたんで減ったんですけど、すごいのよ。これこの辺ね、今車内照明焚いてるからちょっと入ってきたけど、これがこの辺ブワーって飛んでて、それがどんぐらいかな、これのさっきね 5,6 倍いたのよ。うん、無風だったんでね。でそう吹き出して、そう寒くなったり、自分もこうジャージの上着た感じなんですよ。すごいね、やばい。虫がすごいね。で海ね、海はこんな感じ、流れてるね。今結構流れてるな。さっきまで全然流れてなかったんですよ。で一回ダーって流れて、またパタッと止まって、止まったまではないけどね、緩やかになってまた流れ出したといった感じですね、うん、結構流れてるね。激流だみたいな、これ糸がもうちょっと見えないと思うけど、もう道っていうか糸がこういってるから、多分相当横流れですね。ガンダムも何もつけてないんでね、これちょっとなんかゴミがついてる。ゴミがついてる。あ、取れた取れた。はい。キリナゴも全然問題なくついてますと。はい。そんな感じですね。もう下見ても、もう何にも、うん、もう1時間半ぐらいつけてね、1時間半ぐらい経ったんですけど、アジも何もいないのよ。一時期アジがね、何年前かな、3、4年前ぐらいアジが湧いてたんで、アジングロット持ってきてアジングしてましたもんね。それもいません。何もいないのよ。何もいない、何もいないよね。肉眼では少なからず何も見えない。たまにカメラだけ映ってる時あるんですよ。ほんと何もいないです。ビビるぐらいだもんね、はい。で、右に行ったなんかルアーの釣り人は帰りました。30、40分ぐらいかな、なんか投げてましたけど帰りましたね。左はあ、まだあの100メートルぐらい離れたところに、これにちょっとうっすら見えてるかもしれないけど、もう帰る準備してるっぽいかな。何釣りしてるかわかんない。今キャップライトつけてなんかしてるんで、なんか、うん、帰ってる準備かもしれない。帰る準備で、向こうの方にいたタグボートの手前に緑の電球機がついてたんですけど、30分ぐらい多分帰ったと思います、うん、もう全然見えないんでね。車もないっぽい。自分目いいんでね。見えるんですけど。車の影もないっぽいんで、多分帰ったかなと思われます。はい。いやー、どうしちゃったんでしょうね、大分の海は。マジで何もいないですね。うん、まあ、あと定期的に、まあ、キビナゴがあるかないか確かめながら、ちょっと時間までのんびり過ごしながら、あたりを見ておきたいと思います。おやおや、ちょっと怪しいぞこの船。怪しいぞっていうのはここにちょっと入ってくるのかなっていう。ちょっと怪しいぞ。船が大体ね、まあ自分この今先端の方というかいるので、まあこの辺に入るか、そこスクラップ置き場があるんで、そちら今だから隣のちょうどおっちゃんのとこぐらいかに入るか。どうかな、大丈夫そうな気はするけどね。あれから多分こう反転して入るんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと怪しいな。止まったな、ここで止まった、ここで止まったんならちょっとここに入る可能性もあるな。どうだろうね、ちょっとどうなんだ。船が目の前で反転しております。いや、どうなんだこれ。どうなんだ。さあ、いや、なんかもうほぼ真正面なんだよね。ちょっと動画じゃ伝わらないと思いますけど、まあまあ真正面なんですよね。これこのまま多分横来るでしょう。いや、どうかな、あのままアンカー入れてバックしながらこうつけるのか、こっちに来るのか、どうなんでしょうね。あ、なんかバックしてるっぽいね。大丈夫なんかな、どうなんでしょう。あ、隣のおっちゃんは帰ってるっぽいですね。今車のバックランプというかあれついてるんで、あ、ここは大丈夫そう。つくのはもうすぐこっち行きそうですからね。
な大丈夫な予感がします。何かいるぞ、何かいるぞ。いや今潮が流れ出したのよ急に。今めっちゃ緩かったのに、あれか、あの辺にちょっとゴミが一瞬流れてドーンっていきなり流れ始めたんだけど、なんかちょこちょこいってんのよ。何なんか激流、お、なんかいる。エソ、エソっぽいな。あれエソだな多分。えなんかエソっぽいぞなんかチラッと見えましたよね今。うわさっきまで全然潮流れてなかった急に多分あの船か、船が多分着くときになんかあれでしょうね、潮の流れちょっと若干止めてたんでしょうね。この辺の急に流れ出した。何なんかチャポチャポっているけど多分エソっぽいんだよね。うわ激流だったな急に。今ちなみに20時50分ぐらいです。うわびっくりした。今ついさっきまで本当まっすぐだったね仕掛けが今すげえ道だこう斜め45度ぐらいで傾いてるんで相当あれですけどね、流れてます本当に。この流れの通りね流れてます。で下は何にもいません。何にもいない。だから今パチャパチャって言ったので見た瞬間に潮激流プラスなんだと思ったら、多分肉眼で見えた限りエソっぽいですけどね。それにしても本当何もいねえなマジかっていうぐらい何にも、本当に何にもいない。どうしたもんですかねこれ、はい、ということで、現在ですね、だから20時50分なんで、まあ、あと30分ぐらいはなんとか様子見たいと思います。現れました、魚がいます。サヨリですね、サヨリがいます。サヨリが一匹だけやっとこのライトの集まりに来た貴重な魚ですあれまだ見える、見えるか。今こうにいます、これね、これやっと一匹ですよ。まあ、ちょっと今流れが早いんで、まあ、ベイトが来にくいのかな。いやなんかそこら辺にもなんかいるな、茶色のやつが結構流れてるから、このねちょっと下に茶色のやつが止まってんだけど、わかんない、どこじゃわかんないな。なんだろう、ウミケムシっぽいんだよね、こんなに茶色があるんだけど、わかんないか。流れに対して結構逆らって泳いでる。イカ、これクラゲ、なんか茶色があるじゃないですかこれ、多分これこの茶色ね。え、なんだろう、クラゲのようななんか丸っこいね、魚じゃないわ多分。茶色いクラゲなのか、これね、これ流れて逆らってるでしょこれ、この茶色、この流れが行ってるのに対して止まってるでしょこれ、わかんない、クラゲかウミケムシか多分どっちかなんか、ま、結構丸っこいです。ちょっとでも流されてきましたね。ここにも細長い、ここにも細長いやつがなんかいますけど、これなんか魚かな、うん、ですね。でもベイトは消えてしまったと、はい、まあ、そういった感じです。まあ、ちょっと9時回りましたけど、もうちょいだけやります。はい、ということで現在21時35分です。21時35分を経過いたしました。あのほとんど絵面が変わってないのでどうなってるんだという感じかもしれないですけども、もう全然ダメですね。で7時くらいから差を出したから、あ、7時前で出してたから、7時から動画回し始めたから、まあ、2時間半以上はやりましたけども、ベイトもほとんどいなければ何にも反応がないという、だけで、ちょっと今風吹き出してさすがにちょっと寒、ちょっと若干寒いぐらい、今これでまあちょうどいいというか、じゃやや寒いぐらいかなという感じになりました。ということで、周りの状況ですね。右側誰もいません。あの車はずっとなんかね、自分が来た時から止まって、今電気も消えてるんで中で寝てるのか何なのかちょっと分かんないんですけども、でこんな感じこんな感じこんな感じ餌もね、最初こっちが1回だけ捉えただけかな、この伸び竿の方が。今グーッと上げてますけども、はい、さあついてますね、ついてます。とりあえず手入れておきましょう。何の成果もないというか、ベイトもね本当にないんですよ。
全くいないでしょ、何にも。何かしらね、もうちょっと寄ってきてもいいのに、何にもいないんで、そりゃね、魚も寄ってこないですわ。はい、こっちも移動なし。だ結局、まあ、1回ずつ付け替えたかな。うん、そんぐらいです。だキビナゴほとんど減ってないので、大量にね、大量に余ってますので、これね、これ、もちろんだから、帰って、天ぷらですよ。天ぷら。美味しく、人間の方が美味しくいただきます。で、こっちは、まあ、途中でね、船が、あれ、ここ着くのかなっていう船があそこに着いて、ね、その向こうも釣り人はいないっぽいですけどね。はい。で、見に来る車も全然いない。全然いないです。全然いないんで、本当ね、釣り人、びっくりするぐらい。てか、アジもいないんだよ。いないんだよね。何年か本当アジングしてね、アジ釣ったりしてたんだけど、あんだけアジ見てて。で、フッコとか、セイゴっていうかな、要はシーバスの、このちっちゃいやつも全くいない。例年ならめちゃめちゃね、こうやってフッコだらけとか、フッコがかかったりとか実際してましたけど、それすらもいないという状況です。なので、本当にここ10年ぐらいの、単位で見てももう一番悪いです。何にもいないんで。この前の日吉丸の時もいなかったよね。あの時も何もいなかったよね。今日もう本当にね、だいぶ場所変わってますけど何もいないです。釣れてる時ならね、ちゃんと釣り人もいますし、ベイトもね、何かしら湧いてたりしたんですけども、実は釣り人がいないんで、あ、本当に釣れてないんだなという、まあ自分は調査で来てますけども、大分はちょっと今年も多分完全にダメっぽいです。例年よりも一番悪いです。ベイトも全然いないし、アジ釣りの人もね、全然いない感じなので、アジも、ね、夕方からあんまり入ってないという感じじゃないでしょうかね。はい、ということで、次回ね、あと1回ぐらい、今季あと1回ぐらい行くかな。どっかね。ミサ、次回ミサかな。天気が悪い日が多いんでね、あと風が強い日とか、なかなかこう天気も味方をしてくれないというか、はい、まあ、そんな感じです、まあ、とりあえず、ちょっと大分の、港からの太刀魚釣りは非常に厳しいです。あとそれは、こっちの右の竿、これ動画紹介忘れてましたけど、ING のなんか、ね、特化品でこの堤防太刀魚っていうのがあったんで、これ今使ってます。安いでしょこれ、198円、日本入りでね、しかも台湾ですから、もともと528円が198円、超特価でしょ。これをちょっと右側さまにつけてるので、だから日本針になってます。まあ、だからって言っても釣れるわけじゃないんだけど、売れないから安くしてるのか分かんないですけども、はい、今日はこれを使ってました。右側ね、左側は自分の自作のタチオの仕掛けです、の方が餌取られたっていう話ですね。まあ、棚が違うんでその辺はちょっとなんと思うんですけど、はい、ということで、ちょっと次回、またちょっと、1箇所か2箇所か分かんないんですけども、大分の太刀魚釣り調査したいと思います。以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。